こんにちは。札幌からお天気をお伝えします。昨日は雨傘が必要な一日でしたが、今日は日傘が必要なところが多くなっています。昨日からの雲の様子です。梅雨前線に沿って活発な雨雲が東日本、西日本、そして中国大陸にかけて3000キロ以上も伸びているんですね。動かしていきましょう。この非常に活発な雨雲が昨日は九州南部や岐阜県、長野県などにかかって記録的な大雨となりました。今後も次の雨雲が控えていますから、さらなる大雨が心配です。一方北海道ですが、昨日雲の通り道となりましたが、今日は高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。午後の天気のポイントです。午後も晴れて夏日になるところが多くなります。ただ今日は乾いた空気に入れ替わりましたから、カラッとした陽気です。洗濯物も乾きそうです。では今の江差市の様子です。すっきり青空が広がっています。午後の天気です。晴れマークが多くなっています。道央や道南は日差しがたっぷり、紫外線対策が必要です。稚内など宗谷地方では雲が多く、時折雨が降るでしょう。道東方面は晴れ間がありますが、にわか雨があるかもしれません。折りたたみの傘があると安心です。予想最高気温です。昨日より高くなるところが多いでしょう。札幌と函館は27度、帯広は昨日より10度近くも高く30度の真夏日です。今日は空気が乾いていますから、蒸し暑さではなく日差しの暑さを感じそうです。変わって今の帯広です。こちらも晴れ間が出ています。週間天気です。明日金曜日も各地晴れて夏日が続きます。札幌は28度、帯広は29度まで上がるでしょう。土曜日までは晴れ間の続くところがありますが、日曜日と月曜日は低気圧の影響で雨が降りそうです。この雨とともに気温が下がります。週明けは肌寒いでしょう。